子供のまーちゃんです。前回は人との関わりに関する領域、人間関係の、狙いですねを3つやりまして、解釈なぜならばというところで終わりました。で、今回は、内容に入ります。内容は6つほどありまして、1つ目、保育士らが周囲の子供らとの安定した関係の中で共に過ごす心地よさを感じるというところですね。で、これは、子供は自分を温かく受け入れてくれる保育士らとの信頼関係に支えられて自分の居場所を確保し、安心感を持ってやりたいことに取り組むようになります。保育士らは子供一人一人の内面に思いを寄せ、保育所の生活の何に心地よさを感じているのか理解しようとすることが大切です。例えば、自分のクラスの保育士らが保育士らや子どもたちとの関係の中で、安定する子ども職員室で施設長らと過ごすことで、安定する子ども兄弟姉妹等のそばにいることで、安定する子どもなど子どもによって誰とどのように過ごすことで安定するかは異なりますと。は？何？これなんで子どもと職員室と一緒にしてるんだろう。自分のクラスの、これ、自分のクラスっていう、箱があって、その中に保育士らと子供たちと、それと安定する子供がいて、そのクラスと職員室で、施設長たち、他の職員ですねと、一緒に過ごすと、安定する子兄弟姉妹がそばにいることで、安定する子どもなど子供によって誰と、これ全部いらないですよね。意味がわからない。結局言いたいのは、安定する子供が誰と誰とどのように過ごすかで安定するかは異なるということだけです要は保育所の中での職員室、または子どものクラスで、それに関係する周りの周囲の人たちが誰と、その周囲の人たちの誰とどのように過ごすかで安定は異なりますよということを言いたいみたいです。はい。それぞれに心地よさを感じられる相手との関係性をよりどころに、保育所での生活に親しみを持つようになって、他の人とも関わりを広げていきますよと。
で、子どもが保育所の生活を通して周囲の人と共に過ごす心地よさを感じるために、まず保育士らがこうした子ども一人一人の状況をよく捉え、その思いを受け入れながら関わっていくことが大切ですよ、ということが解釈みたいです、うん、説明文が説明になってない。なので、1番、保育士らが保育士らや周囲の子どもたちとの安定した関係の中で共に過ごす心地よさを感じましょうと、うん、そう、要は感じましょう、感じるということを大事にしましょうということを言ってるんですね、うん、で、その安定した子どもたちがその一人一人安定するには、誰とどのように過ごすかで、異なってきますけども、保育士らはその生活の中でね、他の人と関わりを持って、広げていき、そして一人一人の状況を捉え、その思いを受け入れながら関わっていくことで、心地よさを感じるという方向づけにしたいということですね。もうちょっとややこしいような、感じですね。これはかいつまんで要約しないと、うん、まあこれは家庭でも同じですね。家庭で、親子関係、兄弟ですね、そして、友達、仲のいい友達がもし見つかって、一緒に遊ぶとかそういうことになった時に、その一緒にいることで、人間関係を構築させていきながら、少しずつ周りの人たち、例えばお部屋、自分の家のね、自分の家でもアパートでも、まあほとんどね、アパートかもしれないし、マンションかもしれないですけど、そういうとお隣さんとかの出会った時に、挨拶をするなど、そういうところでこう広げていくということと同じだと思います。はい。で、二つ目は、保育士らの受容的、応答的な関わりの中で、欲求を適切に満たし、安定感を持って過ごす。で、この解釈ですけども、子供は生理的欲求、知的刺激や人との関わりに対する欲求など、様々な欲求を持って生活しています。で、そして、でそれらが満たされることで充実感や満足感を味わい、自分なりにしたいことを見つけ、そのことに取り組もうとする意欲を持つようになっていきます。で、保育士らは子どもが興味や関心を持ったことに対して自分なりに考えて自分の力でしてみようとする態度を育てることが大切です。そのために保育士らは子ども一人一人の行動や思いをありのまま認め、期待を持って見守ることや、子ども一人一人の発達の違いを考慮した上で保育士らの考えや気持ちを表情や言葉などで伝えます。こうした受容的、応答的な関わりを通して、子供は自分の考えや思いが受け止められた喜びを感じると同時に、保育士らの思いに次第に気づくようになっていきます。こういった体験を通して自分で、考えて、自分でしようとする意欲や諦めずにやり遂げようとする気持ちが芽生えて培われていきますということで、2番のね、保育士らの受容的応答的な関わりの中でこの欲求を適切に満たして安定感を持って過ごすと、
ということですね。うん、これはお家でも同じですね。子供がお家で興味や関心を持ったことに対してね、自分で考えたり、いろんな自分の力で何とかしてみようという態度が出てくるので、それを、お母さんお父さんは子供のね、一人の行動、要は例えば兄弟がいれば、その兄弟でも資質とか性格がまったく異なりますので、まったりね、まったりとして見守ってください。はい、そういうことでね、子供がね、受け入れられていくし、ママ遊ぼう、パパ遊ぼうとかっていう形になって、これ読んでとか、これなんて書いてんのとかね、そういうふうなことを一緒に行ってください。そうすることで子供がどんどん意欲を出していきます。で、諦めずにやり遂げようとする気持ちに少し寄り添ってあげて、手伝ってあげたりすることで、こう最後まで頑張るっていう気持ちが芽生えて培われていくと。これはすぐできるわけじゃありません。なので、一日一日、そういう状況をちゃんとね、例えばお片付けもそうですね、やったらお片付けだよってね、そういうところもちゃんと付き添って、どういうふうに片付けたらいいのかっていうのを、一回やったら覚えるわけないんですよね。これ大人でもそうなんですけども、そういうところをちゃんと一緒に、見守ってあげながら、ちょっと手伝ってあげながら、要は片付けて、で最初は片付けるけどだんだん飽きてくる、そういう時にお母さんお父さんがちょっと、じゃあこれここに入れるんだっけとかってわざと聞いたりしてね、うん、そこだよとかって、でそれをね繰り返していくと、子供がだんだん覚えていったり、じゃあそれを自分でやったりとかっていうのをきっかけで、上手だね、お片付けうまいねとか、そういう言葉がけでね、やっていくと。で最後までできたら褒めてあげて、でタッチして終わったりとか、そういうふうなことを一つ一つの過程を積み重ねる、これを子供の時にやってれば、大人になった時もきちんとお片付けができたり、物事に捉え方、物事の捉え方とかもきちんとできるようになっていきます。ということは、思春期が来たとしても、それは短くなるということでしょうね。やはり心の中の整理ができてない。私も思春期暴れましたけど暴れすぎてね、ちょっとね、裁判所まで行ったんですけどこの時にやはり自分の中で、未来に対して次のところ、そして現状に対して整理ができなかったなって今思ってます。というのはやっぱりね、そこら辺もう本当おじいちゃんとおばあちゃんに私育てられた人で、ほとんどおじいちゃん子だったんでね、そういうところか、やはりね、ちゃんとおじいちゃんが片付けまでやったがりしたかって言ったら、そういうのはやっぱりできてないし、できなかったですからね。でも人に対する温かさで、子供が好きなのもおじいちゃん譲りですのでそういうのがやっぱり受け継がれるんですね。だから親とかが関わった人のそういうものを受け継ぐということがやっぱりありますね。でやっぱりおじいちゃん戦争に行ってるんで、私もやっぱり戦争のことを知りたいっていうのは、そのおじいちゃんのきっかけですね。命かけてね、日本のために戦うってね、ほんとすごいことですから。そういうことを受け継ぐっていうことは大事ですね。まあそういうことで、そろそろお時間ですのでね、ちょっと今回も遅くなりましたか、
またよろしくお願いします。はい、ではご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。じゃあね、バイバイ、またねー。